マイタウン市川。今回の特集は民話で巡る市川の怖いスポットをお送りします。ぜひご覧ください。それではウィークリーヘッドラインのコーナーからいきましょう。6月23日スポーツセンター陸上競技場で東葛飾支部管内9つの市の消防団が消防技術を競い合う東葛飾支部消防総合大会が行われ、市川市代表の消防団が優秀な成績を収めました。今年で37回目となる東葛飾支部消防総合大会には市川市をはじめ松戸市など9つの市から15の消防団が参加し、基本操作の技術とチームワークを競い合いました。私ども行政の力だけでは、とても迅速な対応することができません。こうした時に頼りになるのが元より消防団の皆様であります。引き続いて町の安心安全のために皆様のお力添えを賜りたいというところからお願いを申し上げます。消防操法とは火災消火の操作技術を競い合う消防団員の基本訓練の一つで、防火水槽から給水し、火点と呼ばれる的をめがけて放水、そして収めるまでの一連の手順を演じます。大会は5人1組で2つの的を狙うポンプ車操法部門と、4人1組で1つの的を狙う小型ポンプ操法部門の2つの部門が実施され、いかに早く正確に行えるか、団員の動きはきれいに揃っているかなどが競われました。大会の結果、ポンプ車操法の部、小型ポンプ操法の部、それぞれの部門で市川市消防団の代表が優秀賞に選ばれ、千葉県消防操法大会への出場を決めました。今年初めての操法大会に自分が出たんですけど、個人賞っていう一番いい賞も取れたので、とてもそこの点については満足しています。この大会に出場することによって、その消防に対するその技術の向上がとてもできたと思います。いつ起こるかわからない、震災や火事に向けて、日々、訓練を行っていきたいと思っております。県大会優勝するぞ。こんにちは、サイドエミです。梅雨時で雨も降るこの季節、そんな時は室内でゆっくり本を読むのもいいですよね。今回番組では市川の民話をまとめたこの市川の昔話をもとに、市川の怖いスポットを3箇所ご用意しました。この機会にこの市川の昔話にも興味を持ってもらえると嬉しいです。市川に伝わる民話について、市川民話の会会長の高田さんにお話を伺います。高田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。高田さんには以前も出演していただきましたが、そうですね、はい、改めて市川民話の会とはどういった会なのでしょうか。市川に伝わるお話を、それぞれ地元に長く住んでいる方を自宅を訪問しまして、聞き書きをしたところが始まりました。市川民話の会は、市内各地域に伝わる民話を掘り起こし、記録・保存している市民活動団体です。小中学校・公民館などに出向き、民話の語りの出前授業も行っています。高田さん、今日はどういったところを巡るんでしょうか。山形の藪知らず、河野台の夜泣石、そして徳願寺の幽霊画について、会員の皆さんがお話をします。実際にお話を聞いた上でスポットを巡ることができるんですね。ああ、そうですね、はい、そういうのにしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今から1000年ほど前の平安時代中期、関東一帯を治めていた平将門は、自分に似た家来の7人の武士に同じ格好をさせ、影武者にしていました。さらに勢力を伸ばそうとしていた将門でしたが、敵との戦に敗れ、打ち首に。将門の首は京都に送られることになりました。ところが、将門の首を奪い返そうと、七人の武士たちが首を運ぶ一団に襲いかかります。なんとか難を逃れた一団は、市川にある八幡の森にたどり着きました。おや、七人の影武者たちの姿が見えなくなった。一体どうしたのだ。彼らは森の中に消えてしまった。そう言っている者たちがいる。本当かどうかしっかりと行方を確かめてくるのだ。こうして屈強の者たちが選ばれ、この八幡の森の奥へと七人の影武者を探しに入っていきました。奥の方まで行ってみると、小高い丘の上に七人の影が見えます。恐る恐る近寄っていくと、なんと七人の影武者たちは土人形に変わってしまっていたのです。しばらくすると、毎日のように土砂降りの雨が降り続きました。村人たちは、あの土人形はどうなったのだろう、溶けて流れてしまったのではないだろうか、恐る恐る竹やぶの中に入ってみると、確かに大雨に流されたのか、土人形の姿は跡形もなく消えてしまっていたのです。それからこの八幡の森には悪い噂が立ち始めました。森の中には七人の影武者たちの魂が青白い炎になって飛び交っているそうだ。将門の首を返せとうなっているそうだ。こちらがお話の舞台となった八幡の森の一部なんですが、14号沿い、そして市役所の旧庁舎のすぐそばにあるんですよね。そうですね、はい、お話の続きはどうなったんでしょうか。その後のお話としてはですね、力自慢の男たちが何人か、入ったようです。ところが二度と出てこられなかったという話が伝えられています。そういうこともあって、やぶ知らずと呼ばれたんでしょう。1564年、阿波の国を治めていた里見氏と相模の国を治めていた北条氏が神野台で戦を起こし、北条氏が勝利しました。戦の後、討ち死にした里見広次の末娘の姫が父を探しに戦場へ訪れました。姫は懸命に探し回り、父広次かもしれない武将を葬ったという小高い丘にたどり着きましたが、疲れ果て石にもたれたまま息を引き取ったといいます。その後、不思議なことが起こりました。姫のすすり泣く声があの石から聞こえてくるようになったのです。月がこうこうと照った夜でも、炭を流したような真っ暗な晩でも、石を取り囲む杉木立ちの間から、途切れ途切れに
漏れてくるのでした。村の人たちはこの石を夜泣き石と呼び、気味悪がりそばに寄りつかなくなりました。これがその夜泣き石なんですね。そうです。今ではたくさんの方が訪れるこの里見公園にこういった悲しい話が伝えられているのは知りませんでした。そうですか。そのお話の続きはどうなったんでしょうか。その後ですね、一人の武士がやってきまして、お線香をあげてお経をあげたそうです。それ以後石が鳴くことはなくなったと伝えられています。そして隣にお墓があるんですが、あのお墓はどういったものなんでしょうか。里見一族のお墓だと言われていますが、ここで大きな合戦があったということで、その人たちの霊を弔うということだと思います。これは江戸時代の有名な絵師丸山応挙が行徳の旅籠に泊まった時のお話です。夜、応挙が便所に行こうと廊下へ出ると、行く手に女の人がぼーっと立っていました。応挙は急いで部屋に戻ると、その女の人の姿を写し取り、それをもとに幽霊の絵を完成させたのだそうです。その女の人はその旅籠の女中さんで、胸を病んで寝ていたのです。その絵はその後何人かの人の手に渡り、最後に譲り受けた酒問屋では、死人や怪我人や病人が出るなどの不幸が続いたので、供養のために徳願寺に預けられたものです。こちらがその幽霊の絵なんですね。顔も腕も青白くて、おどろおどろしい感じがしますよね。そうですね。普段こちらで見ることができるんでしょうか。普段は見ることができません。11月16日お十夜の日というのがありまして、その日だけ公開しています。普段は年に一度しか見ることができない、ね、貴重なものなんですね。貴重なものですね。図書館では市川民話の会が編集発行した資料を所蔵しております。本日は岩田の藪知らず、里見公園の夜泣き石、徳願寺の幽霊の絵など怖いスポットを中心にご覧になられたと思いますが、それ以外にも市川にはいろいろな話があります。これらの本は中央図書館でご覧になることができます。またパスファインダーで岩田の藪知らずのことについてまとめたものもあります。本と合わせてご覧ください。7月26日木曜日、全日経ホールで避難訓練コンサートを開催します。これは消防音楽隊によるコンサートの最中に突然大地震が発生したという想定の下で行う避難訓練で、およそ1時間のコンサートの後屋外へ避難し、煙体験や消火訓練、備蓄食料の配布などを行い、防災意識を高めてもらう内容となっています。時間は午前10時から正午まで。参加ご希望の方は地域防災課まで電話でお申し込みください。申し込み順で150人までとなります。次回の放送予定です。7月7日からのマイタウン市川の特集は、市川を走る電車、東京メトロ東西線です。ぜひご覧ください。